どうもこんばんは、こんにちは、レイです。今日はなんかいろんなね、結婚相談所の人とかの動画だったりとか、やっぱり婚活してる人とか、まあ、カップルとかの間でよく言われています、デート代をどちらが払うかとか、まあ、お茶代をどちら払うかとかっていうなんか問題がね、ちょいちょい上がったりはしてますけれども、まあ、結婚相談所とかで知り合ってなんかお見合いしたら、まあ、男がねなんか奢るのが一番スマートなんだけれども、まあ、通常のデートだとか、まあ、婚活パーティーで出会って一発目はね、まあ、さりげなく男がおごるのもいいんだと思うんだけれども、なんか男がおごるか、まあ、女がおごるっていうのはないとは思うんだけれども、女がおごるか、それともきっちり割り勘派かっていう、今、まあ、3つのね、スタイルがあるんじゃねえかなと思っているんですが、まあ、ちょっとね、この3つだけっていう狭いね、条件の中だけではなく、第4の方法というか、まあ、提案というか、こういうのスマートいいんじゃないのっていう、まあ、スマートではねえか分かんないんだけど、まあ、自分の友達だとか過去の恋愛経験とか、まあ、身近な人たちがよくやっているパターンなんだけれども、まあ、男が 100% おごる、まあ、女が 100% おごる、50% ずつ 50% ずつで割り勘にするっていう方法と、例えばまあ8対2とか、7対3とかでやる、まあ、ちょっとしたね、小さいこの割り勘というか、そういう方法もいいんじゃないかなと、ね、常にそれをやるっていうんじゃなくて、まあ、やっぱりね、なんでかっていうと、まあ、ほとんどの多分男の人は財布が膨れるのは嫌だなっていうね、札束で膨れるのはいいんだけども、小銭で膨れるのはちょっとね嫌じゃねえのかなっていうところがあって、なんか噛んじゃったけどね今、自分なんかはね、小銭でこのね膨れるっていうのがやっぱり長札であろうと、その折りたたみの財布であろうと、まあ、パンパンになってくるのがね、気に入らないんで、特に自分なんか長札をこういう風にね、財布をいつも使ってます。この小銭がね非常に邪魔、ポケットなりなんなり入れるときにどうしてもね膨らんでかさばってしまうんで、まあ、レシートとかそんなのはね俺は取っとかない人なんで、ね、ポンポン捨てますけれどもね、こうやって札もね、札入ってるけどあんま入ってねえかダメだな、まあ、あんまり中身チェックしてないんで、まあ、まさかの1万9000円か札はね、砂利線はなんか500円ぐらい入ってるんだろうけど、まあ、そんなこんなでね、まあ、どんなこんなだかよくわかんねえんだけど、まあ、だから例えばね、3500円でしたと、お茶代とかね食事代が、そしたらさりげなくこう女性の方からこの500円とかね、例えば80何円とかね、そういうなんかこう細かいお金をねそっと出してくれる人もたまにいるんですよ。でも自分が付き合ってきた女性はね、まあ、かなりの人数いるんですが、まあ、ちょっとね詳しくは言えないんですけれども、ほとんどなんかこう、まあ、最初一発目はね大体男がおごったりはするんだけども、そのうち何回かデートするにあたってやっぱりちょいちょいそのちっちゃいお金はね払ってくれるようにしてくれてます。あ、これね非常にやるやらないとでは全然ポイントが違うので、まあね、やらなくてもいいんだよ。やらなくてもいいんだけども、これちょっと女性陣にですね、全く 100% こうね、男にこうおらせて自分が出さないというよりも、もう本当数百円とかでもいいですし、ね、何円でもいいから、ちょっとね、出してくれると、ああ、なんかこの人ってしっかりしてる経済観念持ってるのかな、みたいなね、ちょっとね、錯覚を陥るというかね、男性にとってはね、なんかこう庶民的な子なんだなとかね、気が利く子なんだなって、やっぱり気が利くっていうのがね、一番なんですよ。で、気が利かない女の人になんかね、おごってもつまらないんで、極端な話で言うと、例えばねレストラン行って、まあ、男が会計済ましました、
で女の人がねこの払う気なくても財布を出しておいくらですかとかね、うん、なんかこう言ってもらえると男もあいいよいいよって絶対なるんで、まあ、そういったちょっとした割り勘の方法かあとは気持ちよくおごらせるというねことをですね、やっていただくとこの、まあ、すんなりそういうなんか割り勘問題とかっていうのもなくなんじゃねえのかなっていうこれの持論なんだけれども、そういうふうに思ってます。うん、やっぱりね、あのね、財布も出さないで、あの、ごちそうさまも言わないやつもたまにいるんで、これ本当に何人かね、いたことがあってね、あの、100年の恋もね、一発で冷めます。まあ、そんなお金のことでね、小さいことで、ね、いちいち断ってんじゃねえよとか言われそうだけどもね、これね、本当にね、気持ちよくね、男っていうのはね、おごりたいんですよ。うん。その心をね、打ち砕くっていうのは、ね、あんま良くないので、うん、だからそういうのはちゃんとね、ごちそうになったら、ね、当たり前だけどもごちそうさまとかそういうね挨拶感謝言葉っていうのがね必要だと思うんで本当にねそれすらできない人もいるので中にはね、うん、でとある合コンなんかでね、昔ちょっとあったのがもう女はおごられるのが当たり前っていう方々3名来て男も3人いて、レジ行きました。で男連中でレジ固まってやってました。女の人たちは何もごちそうさまも言わないで外出て、待ってましたね。でそこで支払い済ませて、合流して、なんかごちそうさまとか言うのかなと思ったんで全く言わないやつがね、いたんでこれねすげえびっくりして、その女性の職業はあの社長運送会社の社長の娘で事務やってますっていう人とあと歯科衛生士の方と、あとエステを経営してる女性でまあそこそこみんなねお金持ってる人なので、まあ、多分今まで付き合ってきた男がそういったねこうもう一方的におごってもう俺言わなくても OK みたいなね、人ばっかりだったのかもしれないけれどもそういうこともあってあのちょっと非常にショッキングでしたね。まだ付き合ってもいない段階で、ね、合コンの段階でもう、ね、女はおごられるのは当たり前だみたいなね形でねスルーで外出ていかれてごちそうさまも何もないというね非常に気持ち悪いこのごちそうの仕方だったね。うん、やっぱり男は、その、ね、冗談でもいいから、そのね、冗談っていうか、おごる気、なんていうのね、お金出す気なくてもいいから、やっぱりね、ちょっとこう財布見せて、それとあと気持ちよくね、おごりたいわけなんですよ。おごらせてくれれば、みんな円滑に、ものをね、物事がスムーズに進むのかなと。うん、でちょっとずつ仲良くなってきたらそういった第4の方法で、ね、ちょっとした端数を女性が出してくれたりすると非常に助かったりします。例えば自分なんか埼玉から横浜に、まあ、デート行った時に向こうの方って結構、ね、駐車場ね料金高いんですよ。うん、でちょっと止めても本当にもう600円とかね、行っちゃうので30分で600円みたいなのなんかそんなとこもあったのかな、なんか変なとこで赤レンガ倉庫のこの近くで、うん、で他のねところで止めて2500円ぐらい取られて、うん、でちょっと公園行きましょうって山下公園の方行って1時間だったのかな分かんないけどなんか600円ぐらい取られてね、そういうのを600円とかねちょっとこう出してくれるとねありがたいなっていうね、うん、いちいちまた1000円出してお釣りくんのがねすごい非常にね嫌なんですよ。財布がパンパンになっちゃうんで、うん、だそういうねその気を使える女性っていうのは非常にポイントが高いと思うんでやらないよりはやった方がいいよという、提案です。やれよっていうわけではないので、うん、これは本当にやっぱり女性っていうのは思いやりのある女性っていうのはモテますので、お金の面だけじゃなくって例えばデートで待ち合わせをしてますと。で、まあ、夏なんかね特に暑いから、まあ、コンビニとかでね待ち合わせしてもいいし向かい、ね、来させてねやってもいい。その時は冷蔵庫からね何か飲み物出すとかコンビニで安いね水でも何でもいいんで1本ねどうぞって出してくれるだけで本当にね全然ねその1日が違います。スタートが、そう下手すると自分の飲み物すら持ってこない女の人もいるんですよ。なんだと、それ俺に何飲み物も買わすのかと、いうね、感じなんですよ。すんごい非常に気分の悪い、こともありましたね。まあ少しでもこう気の
使えるそのちょっとした変な割り勘っていうかね、変則割り勘っていうのがあのやっていけると非常にちょっと男側の目線からするとポイントが高いので、騙されたと思って女性の方はですね、ちょっとやってみてください。まあ、今日はねこんなところで、くだらない話をしましたけれども、動画でねいろいろ見てる中でいや本当にでも議論するだけくだらねえなっていうね思う内容だったので、ね、これとこれかこれみたいなっていう考え方ではなくて、もうねさらに違う視点から見てまだ方法があるんだよっていうね、多角的なこの視野で、見て、人と接していってもらえたらなんか面白いんじゃねえかなと思います。答えは一つだけじゃないです、たったの二つだけでもないです。いろんな答えがありますので、であとはね2人の問題になりますので、その辺は、どううまくいくかはもう本人たちだけなんで、あくまでも、いろんな人の動画っていうのはもう参考っていうことなので、もう男は洗わなきゃいけないんだっていう動画をね見た人はね、ああそうなのかっていうんではなくって、違う方法もあるよという、それだけが正解じゃねえよっていうね、もうちょっとね広い視野を持ってもらえたらいいなと思っております。あ、ちょっとね話が長くなっちゃって申し訳ないんですけど、今日は、この辺で、終わりにしたいと思います。また定期的に動画上げていきますので、ぜひよろしくお願いします。それではごきげんよう。じゃあね。